秋は心地よい日が多く、晴れた日には洗濯もはかどりますよね。そうは言っても突然の雨で外干し中の洗濯物が濡れてしまうことがあるかと思います。秋の天気急変で雨に濡れた洗濯物は洗い直すべきでしょうか、それともそのまま乾かしても大丈夫でしょうか。雨に濡れた洗濯物は悩みの種です。洗い直した方が気持ちいいのは確かですが、雨に濡れた洗濯物をそのまま乾かして匂いなどが気になることはないでしょうか。その原因はやはり雨にあるようです。大気中の塵やほこりの量は地域や風の影響によって変わりますが、雨はきれいな水ではないのです。つまり雨に濡れた洗濯物は雨粒に含まれていた塵やほこりも付着してしまっているということです。またせっかく乾きかけていた洗濯物がまた濡れることで水分を含んでいる時間が長くなります。秋は気温がまだ高めなこともあり、雑菌が繁殖しやすく生乾き臭の原因となります。やはり雨に一度濡れてしまった洗濯物は洗い直した方が良いようです。雨に濡れた洗濯物の対処法として必要なのは洗濯物を汚れが落ちた状態に戻すことです。それでも一度洗った洗濯物をまた洗い直すのは大変なので、洗濯機のすすぎ1回コースなどを利用しましょう。洗剤はすすぎ1回に対応しているものを選びます。抗菌洗剤を使ったり酸素系漂白剤を併用すれば生乾き臭の対策ができます。干す時にも少しでも乾くまでの時間が短くなるように注意します。ポイントは風、湿度です。洗濯物と洗濯物の間を少なくとも拳一つ分開けて空気の通り道を作りましょう。またエアコンの除湿機能や除湿器を使用して室内の湿度をなるべく下げるとよりスピーディーに乾きます。どうしても洗い直す時間がない場合は、少しでも嫌な匂いの発生を抑えるためにもとにかく早く乾かすようにしましょう。湿度を下げてさらに扇風機の風を当てたり換気扇を利用して部屋に空気の流れを作ってみてください。アプリウェザーニュースの天気予報や雨雲レーダーを活用して雨が降りそうな時は部屋干しにしたり乾燥機を使うようにぜひしてみてください。洗濯物の悩みを減らして気持ちよく過ごしていきましょう。